ローズ燃えてます、飛んでます、その気になっております。野村 ID 野球も早3年目、種をまき水をやり、そして花を咲かせる約束の時。シーズンオフにはトマピョンが婚約発表をしましたって、ごめんなさいもう言いません。開幕直前にはジュニアがまさかの渡米。意気込みは頑張ってくるって言われる。全てが順調、環境が整った上でのペナントレース。若大将広沢克実は吠えてます。カフランド飯田も見せる見せる。背番号ゼロゼロ、ジョーだってすごいんだジョーって、ごめんなさいまた言っちゃった。あ、ポッテッド、いやいやサッテッド。頭を使えというデータ重視のシンキングベースボールも浸透し、これまで何も考えなかったイケイケ軍団が今では優等生に大変身。不動の極めが輪になって踊ればこんなにも強いのだ。好調の原因、まあこいつがおらんことやろな。いわゆる一つのご子息のお坊ちゃん、旅立ってから4ヶ月っちゅうのに三振ばかりしとるっちゅう話やね。やっぱし守備の特訓の毎日だ。そりゃそりゃそやろう。けどな、給料は一番ええらしいんやが、世の中どないなっとるんやろ。ま、生きとったらええわ。死に物狂いで頑張りや。休みねえんだもんだって。日本にいれば毎日が休みだ。早く帰ってこい。もう一人追い出したいのがおるわけよ。うるさいのがな、こいつだ。ギャーとかオースとかもうたまらん。こいつちゃんと学校出たんかいな、ほんま。ベンチにおっても遊んどるだけ。野球やめて音楽方面にでも転職したらええんやないか。もっと一つきらめく風がこの街を散歩する。これはジャーニーの。しっかり投げんかい。内藤、おふくろさんが内藤ぞ。わしもうお手上げや。万歳は優勝してからにしろ。池山、まあ今はよう打ち寄るけど4月5月の成績はなんや。背番号1をやったわしがアホやった。オール1やもんな。まあええわ、ホームランで1番狙えや。守備はええな。サードに回さんかったわしの目に狂いはなかった。キャンプでな、わしがしっかりと足腰を鍛えさせたおかげっちゅうもんや。わかっとるか、アイデアは。お中元まだ来んぞ。打ってよし、守ってよし、走ってよし。わし野村は月見そうやけど、お前は三つ葉。ブンブンブン、蜂が飛ぶってな。わしもたまにゃええこと言うやろ。池山君、いちいち監督のぼやきを聞くことはない。君がダメになる。広沢、お前は4番打者や。頭はともかく体はええもん持っとるんやから心配いらへんな。けど打ってほしい時に打てんで、どうでもええ時に打ちよる。なんでやねん。え、わしの教え方がまずいんやろか。そのバッティングフォームじゃ打てっこないだろうか。広沢、あたらんでもええから思い切っていけや。お、バット投げよったな。ヘルメットも投げよったな。そんなにわしが憎いんか。広沢、笑いながら走るやめようてやろう。見てみ、足くじいたやないか。あのアホやな、アホ。まあええわ、お前が休んでくれた方がチームのためにもええこっちゃ。どいつもこいつも役に立たんの。でもな、わしの膝っこは元気やで。フールか、お前だけが頼りや。リードうもなったし、肩も相変わらずええな。わしの言う通りやっとれば日本一のキャッチャーになれるんやで。フルタ、優勝しような。ニヤニヤすると気味が悪い。フルタ、キャッチャーは張り出しもんや。一人だけケツ向けて座っとるし、一人だけファールグラウンドにおるんやからな。フルタ、お前の足は認めざる。けどな、わしは同席やったけどホームスチール7回もやったんや。そや、えらいやろ。去年首位打者取ったんで危ない球も来よるな。そりゃお前が一流になった証拠や。あ、こんなもんほっとけほっとけ。ブルッタ、お前の頭と腕に期待しとるからな。ちまってや。
あらい、頭使うんか。ここや、ここや、ここ使え言うんだやろ。そういうあんたが手を使ってどうする。古田、今年の秋は楽しみやな。お前のバッティングとリードに優勝がかかっとるんやからな。秋の空にわしを胴上げしてくれ。頼むで、ほんま。ツバメは秋になると南の島へ飛んでいくことを知らないようだ。落合さんが1番で私が2番になります。もう陰ながら応援してます。もうどうぞ、もう出てください。僕は本当におこがましいと思ってますから。いいですか。はい、どうぞ。後半へ続く。いかがでしょうか、落合さん。ヤクルトの若年寄り2人がですね、ああいうメッセージを送っておりますけども。私野球やってないですもん。ずっと休んでますから。しかし陰ながら応援してますって表だって応援してます。これだけじゃ答えてください、はい、三冠王を取る自信はあるでしょうか。今年ですか。はい、まっきりありません。はい。